はい、ユーストリームの音出ました。ごめんね。カオリンが教えてくれました。カオリン見てるんですね。だから、時間にね、なったのに、なんか全然準備ができてないっていうお話を今してるんですけど、でもなんとか間に合いましたね。曲もなんか適当に揃えたし、進行表もなんとなくないまんま、メールも3枚プリントできたし、で、マイクもつないだし、カメラもなんとかギリギリでつないだし、ということで、もうバッチリ準備は整っています。だから、今日は、あとこれもね、イソラジっていうやつも直したしね、どこを直したかって、磯遊子っていうのがなくなっただけなんですけど、今日は新生イソラジですよ。そういう感じで、もう気がついたらあっという間に時間になって、ああああっていう間に番組がスタートって感じですよね。だからまだ準備がいろいろ終わってないの。これも出さなきゃいけないでしょ。あとこれも SS とか今まで通り流していいかな。いいよな。今日はどういうふうにやろうかと思って、あれですよ、この間ね、バンドでほら、うちの店でよく DVD とか流してるんですけどね、ディープパープルっていうバンドを皆さんご存知でしょうか。ハードロックバンド。あ、そうや、今日はこれがあんねん、これが。イソッチのキーボードに対抗して、これスモーク・オン・ザ・ウォーターね。 こういう一応兵器を持ってきたんだけどね。まあこれが何の役に立つか知らんけど。 一応持ってきてみました。で、そのディープ・パープルっていうバンドが再結成、もうずいぶん前、もう何十年も前だけど、解散したバンドがまた再結成したんですよ。再結成してアルバム出して、でツアーをやったんですよね。で、そのギターのさ、ギタリストって変な人多いじゃないですか。で、リッチー・ブラックモアっていうね、ギタリストの人が、変な人なんですよ。黒い人なんですよ。まあ、黒い人だとさえ思っててくれればいいや。その人が、ディープ・パープル、他どんなのだったっけ？ハイウェイスターとか、バーンとか。こういうやつをやってるバンドのね、ギターの人。やっぱりこういうハードロックバンドだとギターの人がヒーローになるでしょ。それで、そのリッチー・ブラックモアって人は変、すごい変な人だから、なんかその再結成のツアーをやってる時の、そのビデオをね、流してたんですよ、うちのお店でね、ディープパーポーの。でさ、そのリッチー・ブラックモアがなんか変な人でね、一人だけ違うとこから出てくるのよ。メンバーみんなこっち側からわーって出てくるのに、リッチー・ブラックモアだけ反対側、上手側から出てくるみたいな感じ。メンバー下手から出てくるのに。で、終わるとなんかいつの間にかまた勝手に上手側に去っていって、次の曲バンドが演奏してると、またいつの間にかそーっとこっち側から反対側から出てきて参加してるみたいな、ものすごい俺だけ違う感を出してるわけですよ。で、なんかね、ライブの演奏中に、なんかあれは何に投げたんだろう、飲み物をね、ボーンってここに投げるの、誰かに。 誰かに、誰だか分かんない。だからカメラマンが気に入らなかったのか、メンバーの誰かが気に入らなかったのか分かんないんだけど、に向かってこう投げるんですよ、本番中にですよ。ひどいでしょ、そんなことしたらね。で、なんかね、もうなんか不機嫌そうなんです、ずっと。俺関係ねえよ的な、なんか黒い人が怒ってる感じは分かるんですよ。それで結局ね、そのツアーの途中で、そのリッチー・ブラックモアは嫌になって辞めちゃって、抜けちゃって、で慌ててメンバーの方、なんか別のギタリストを探してね、それでやるわけですよ。またツアーを続けるんですよ。で、十分その若い人もうまくて、
ね、リッチ・ブラックマンよりもよっぽど指も早く動くようなすごいギタリストを入れたんだけれども、けどやっぱりね、ディープパープルのライブって言ったらやっぱりリッチ・ブラックマンがいないとなっていうね、そういうのありますよね。確か日本にはあれ来たような来なかったような、当時どうだったかな、日本にはリッチーと一緒に来たのかな、なんかね変な人なんですよ。あの若いバンドにね、アメリカのこれから出てくるっていう若いバンドに、あの俺たちもぜひ日本に行きたいよなんていう話をしてた時にね、その若手の一人が、そういえばリッチー・ブラックモアが俺は日本に行けば神様みたいなもんだぜって言ってたよわざわざインタビューで名指しで言われてましたからね。後輩にも慕われてないそういう人なんでしょうきっと。あのあとほら、あのジャーニーっていうバンドご存知ですか。ジャーニー、ジャーニーあのセパレートウェイズとか売れたやつ、これじゃ分かんないよな。わかんないかこれSomeday I will find you Next on the text I find you One night we'll remind you So we touch the way our separate ways ってやつ。あ、あれがあった、あのなんだっけ、オープンアームして、マライア・キャリオンが歌ってる So now I come to you with open arms ってやつ聞いたことあるでしょ。 We wanna say それを、そのバンドのジャーニーっていうバンドもね、あの僕はこのボーカルのスティーブ・ペリーっていう人が大好きだったんですよ。それでもうね、あのあんまりギターのコピーとかってよくね話聞くでしょ、なんかこうフレーズをね、ギターソロをコピーしてよく真似するっていうのはあるけど、もう本当にスティーブ・ペリーみたいなボーカリストになりたくて、本当に彼の歌をね完コピーするまで、あのよう練習したんですよ。あのどういうところで点を響かすとかね、どのタイミングでしゃくり上げていくか、しゃくり上げのカーブがこうあの緩くこう上がっていくのか、まっすぐ上がっていくのか、それとも早めに上がってこうキープするタイプなのかとか、こうそういうのもね、フェイクのタイミングとか揺れとか細かいこと言ったらキリがないんですけど、そういうのをね、あのちゃんとコピーするぐらいに一生懸命こう練習した人なんですよ。でね、そのスティーブ・ペリーって人もやっぱりあの、いや、そのジャーニーを抜けちゃって、でこの間ね新しいアルバムが出たんですよ。でツアーもやったんですよ。でそのまたボーカルの人がね、すごい上手い、上手い人なんですよ。あのもしかしたらバイオンなんかはスティーブ・ペリーなんかよりもしかしたら出てるんじゃないかっていうぐらいね、若くていいボーカルなんだ、いいボーカルなんだけれども、スティーブ・ペリーじゃないね。そういうのあるでしょ。ねえ、やっぱりこういくら上手くなってもやっぱりあそこはスティーブ・ペリーっぽいのがいいなっていう、そういうのあるんですよ、こだわるとね。でやっぱりそれもなんかこうどうしようかな、聞きに行こうかな、聞きに行く前かなって迷ってる間に終わっちゃったりなんかして、こうなんかね微妙だなと思ううちにこう終わっちゃうね。でこの間見たらあれですよ、さらにすごいなと思ったのは、あのグレン・ミラー・オーケストラとかあるでしょ、あれ未だにやってんのね、あのねグレン・ミラー・オーケストラ。グレン・ミラーさん亡くなって何年ですか、何十年も経ってるはずなのにグレン・ミラー・オーケストラやってるんですよ。それで日本に来るんですよ、日本に来て時々ツアーやるんですよ、グレン・ミラーいないのに。まあグレン、本当にもともとのグレン・ミラー・オーケストラの中のメンバーが
いるのかどうかもね、いないでしょ多分。多分誰一人いないと思うけど、いるのかな、スタッフとかそういうのでいるのかな、なんかね。でもいるね、やるってるんですよね。だからそういうのも僕なんかね、ずっと名前だけは知ってたんだけど、こう行かずにね来てたわけですよ。でまさに今のイソラジがそうじゃないか、リッチー・ブラックモアのいないディープパープルのような、スティーブ・ペリーのいないジャニーのような、あと俺にしてみればジェフ・ポーカロってドラマーのいないトトのような、サイモン・ピリップスはうまいけどねみたいな、あとあれですよ、そのグレン・ミラーとっくに死んでんのに、グレン・ミラーオーケストラとかポール・モーリア楽団もやるね、ポール・モーリアいないのに、なんかそういうね、何そんな無理にそんなせんでも、あの頃はあの頃で置いといてくれればいいのにってずっと思ってたんですけど、磯優子のいないイソラジってね、グレンミラーオーケストラよりしんどいものがありますよね。初めてねその立場になって、そのグレンミラーオーケストラの人たちの気持ちが分かった。辛いわ、しんどいしね。あとあれよ、そのスティーブ・ペリーの代わりに歌ってる人の気持ちもね分かったわ。あとそのディープパープルのリッチー抜きでやってるバンドのメンバーの気持ちとか、トトのジェフ・ポーカロの代わりに叩いてるサイモン・フィリップスの気持ちとか、なんか分かるわ、今すっごい分かるわ。だからイソラジって言い張るか西ラジっていうかすごい迷ってるんですよ。イソラジちゃうやんってこう言われてしまえば違うんだけどみたいな、それをなんかどうしようかなってずっとなんかモヤモヤしてるんですけど、気持ち的にはね、グレン・ミラー死んじゃって帰ってこないけど、イソって生きてるし そういう意味ではイソラジってこう残しておく余地はあるんじゃないかなとね。だからしばらくの間はそうだ、なんか週ネタを先週あれやるだこれやるだって俺言ったみたいなんですけど、あそうだ、西健二を どこで目撃したとかね、あと古谷香織の天気予報とかやるって言ったそうなんですけど、今日はこのイソラジの正式名称をみんなで考えようね、それであれですよ、それうまいのがあればイソラジのままいけるやん。だからね、例えば、早速メールくれてるのがサムソンさん、西さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、サムさんでございます、こんばんは。イソッチがいなくなってからメール第1号ですよ、ありがとうねサムソンさんね。イソッチさんの意思を引き継ぐ形でついに西さんのイソラジスタートですね、引き続きお付き合いします、どうぞよろしくです、ありがとうございます。嬉しいね、引き続きこうやって聞いてくれる人がちょっとでもいると本当嬉しいわ。先週放送後、後日ユーストリームを見ましたが、新コーナーを登場させつつ引き続き違い違いトーチング週ネタは続けるということで、また面白い番組になりそうですねというね。でも相棒のカロリンさん、喉を痛めて今宵欠場ですか。夏の風は本当に立ち悪いし声は商売、ここはしっかり直して爽やかなボイスを響かせてほしいと思います。
よっていきなり西さんのワンマンで大変だと思いますが頑張ってくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございますね。本当に嬉しいわ。こういうこういうね声があると本当に嬉しいです。というわけでね、本当はなんかいろいろと週ネタ用意したんだけど、カオリもいないしさ、よく覚えてないんです週言った週ネタが。あ、そうだ、それにあれやな、あ、俺チャットとかごめんなさい、今チャットとかツイッターも全然見てませんでした。すいません、慌ててみます今から。この間ファイアフォックスの方に俺全部これ載せ替えたのにな。またしょうがない。あ、いいね、これですか今日は。あ、うるせえな、あれしろこれしろだなんだ、うっさいわけ。そんなこんな何を言ってるかっていうと、だから今日の週ネタはイソラジの正式名称だ、新しい、あれ、なんですか、新しいネーミングでなんとかなんとか略してイソラジみたいなね、そういうのの新しいのをみんなで考えよう、そしてイソラジという名前を続行させようっていう感じにしたいと思います。でメールいらないっつったけど、ちょうだいやっぱ、じゃあちょっとちょうだい、少しだけちょうだい、曲がかかるまでにちょうだい、曲がかかってる間にだけ動くから、俺曲が動く間に一遍だけあそこ行ってボタンを押して印刷して一遍だけあそこ取りに行くから、その間にちょうだいなね。で、まあ、一応違い違いだとかトーチングだとかも、あればやりますよ、なかったらやんないけど。だからまあメールはいつも通り、もしいただければ全て私が責任を持ってご紹介します。ということでね、だから今日はすみませんがお付き合いいただいて、みんなでこのイソラジをね、タイトルを何にするか考えてほしいと思います。それでは、西健二が今日は2時までワンマンでお送りいたします。西健二のとっても忙しい2時間、略してイソラジ。あれ、なんで変えちゃえばいいじゃないかっていう人もいるとは思いますよ。だけどこのテーマお聞きください。イソラジっつってるでしょ、これオリジナルで作ってるんです、わざわざ。また作るのめんどくさいじゃないですか、だってそんなにタイトル変わって西ラジとかにしたってね。なんでイソラジを西ラジにするためにそんな労力割かなあかんないってちょっと思うんでなんとかこのイソラジというタイトルを守りたいね、イソッチが帰ってくるまでなんとかこのタイトルを守って、なんとかイソッチが帰ってきた時にこの場所をキープしておきたい、そんな思いで、皆さん今日は、週ネタテーマとしてイソラジの正式、新しい正式名称、西健二の忙しい2時間、略してイソラジ、あ、西健二が2時間忙しいラジオ、略してイソラジ、なんでもいいですよ。なんかねうまいこと考えて語呂とか響きがいいやつを採用したいと思います。それを採用して番組の当分それを言い訳に使わせていただきますのでね、どうか皆さんに ご協力いただきたいと思います。というわけでね、今日もねもう35分も喋ったけど残り1時間半ですか、最後までお付き合いよろしくお願いします。
ということで毎回かけていたマッキーの曲もね、これ引き継いでかけようと思って、今日はこんな曲用意しました。牧原紀之、雨にもマッキーです。今日は若干の雨ですかね、降るときちょこっと降ってたんですけど、まだまだ雨の季節続きますね。お送りした曲は牧原の勇気で雨にも負けずでした。
今マイクを切り替えております。これがエアーのマイクです。今 CM が流れております、ラジオの方ではね。次何書きようかな。そうだ、リクエストが来てたからそれを用意しよう。磯ゆう子のなんか磯っちの曲を書けよう。ごめんなさいね、ツイッターもチャットの方も全然見る余裕がなかった。これからつなぎますから。はい、というわけで本日は西健二が一人でお送りするイソラジでございます。メールたくさん今一瞬の隙をついてたくさんいただいたのでご紹介しつつ進めていきましょうかね。サムソンさんがあのイソペディアをくれてますね。イソペディアか、イソペディアね、サムソンさん一人で頑張ってくれてるから、サムソンのイソペディアにしていい？タイトルそうしよう、サムソンのっていうのつけよう。サムソンのイソペディアっていうことでこれからお送りしたいと思います。それじゃあ早速第1回目いきましょう。サムソンのイソペディア、今度曲も用意して、用意しとくからね、曲もね、サムソンさん専用に。新生イソラジでももちろんやります、イソペディア。今日は神溝夏祭り、百十数年前から継承された伝統のおみこしと出汁が神溝の町を勇壮に練り歩く県北最大の祭り、神奈川の祭り50選に選ばれている。今年は24、25日に開催、7月かな、7月の24、25。ああそうですか、おみこしと出汁がそんなに練り歩く、どのくらいの出汁なんだろうね。おみこしぐらいの出汁なのかな。あの出汁が出るって言うとあれですよね、一番有名なのがねぶた祭りか、青森のね。あれも一回見に行ってみたいね。前にさ、たまたまそういうお祭りに当たった時ってめちゃめちゃラッキーじゃないですか。ほいでね、前にあの時々あの言いますけど、あの仕事場に外人がすごくいる職場にいたことがあって、その外人たちと鎌倉に行きたいっていうんで、大仏が見たいっていうね、鎌倉行きたいっていうんで鎌倉案内したことがあったんですよ。結構ねあちこち俺が案内してて、ガイド西って言われるぐらいなペースで結構いろいろあちこち案内してたんです。前にね、あの家族が、その外人の家族が日本に来た時にはその家族全員を車に乗せて、あの日光東照宮とかを回ったこともあって、その時はね、彼らが一番驚いてたのが、なんていうんですか、和式トイレ、和式便所でめちゃめちゃ盛り上がって、確かね16、17の女の子もいたと思うんだけど、ケンジカモンって言って、カムインカムカムインカムインっつって、いや無理だからそこは女子トイレなのでって言って、 It's okay、 私だけだからカムインカムインって言われて、何って言って中入ったら、写真撮って写真って言って、その16、17歳の可愛い女の子ですよ、金髪の青い目をした女の子が、写真を撮れ、私の写真を撮ってくれって言って、その和式便座をこうまたいだ状態で笑顔でこうにっこりピースかなんかしながら写真を撮ったことがありましたね。で、まあ、日光に行って一番盛り上がったのはその和式便座だったっていう。それで鎌倉行った時はちょうどやぶさめっていうお祭りをやってて、わかります？やぶさめって馬に乗って武士の格好した人がちょっと長い距離をこう馬ですごい速度で走りながら弓を
放ってこう的に当てる、木の的にねパーンと当ててその木の的を割るという、なかなか勇壮なスピード感のある迫力あるやつなんですけど、それたまたまやってて、多分平日に行ったと思うんだけどね、日曜日とかそんな混んでる時に鎌倉案内なんか しないと思うから、で行ったらばやってたんですよ、やぶさめを。それでもう日本の人たちはね、みんなね、じいさんばあさんたちがバーッと並んでそれを見てるわけですよ、その馬が走る列のところにこう並んで、それで本当は馬が走ってきてパーンってやると当たると、的に当たるとパチ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 、その程度のまあせいぜい声が上がるとしたらおーとかね、その程度じゃないですか。だけどもあいつらはすごいですからね、もうものすごい盛り上がりを見せるんですよ、わーとかおーとかカモーンとかキモンサムライとか言いながらホッ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 とかやって、あいつらブブゼラ持ってたら絶対吹いてましたよ、そのぐらいの大騒ぎのお祭りになってでしかもね、その当時流行ってたんですよね、あとはそういうのを見るとやりたがるのかね、ウェーブやるじゃないですか、端っこからこうわーって一人立ち上がると隣の人が立ち上がって、これそれ順番にやっていくとこうウェーブの波のようになるっていうね、それをこっちからわーって始めて5、6人いたんでね、外人たちが5、6人でわーってウェーブやって、隣のじいさんばあさんに強制するわけですよ、やれっつってウェーブお前たちもやれっつって、じいさんばあさんもなんか仕方なくちょっとこう立ち上がってうーとかやって、一応こうウェーブが向こうまで行くわけですよね、なんとなく。それをまあ外人たち喜んでイエーッつって、そしたらゲリバックゲリバックって、今度はウェーブをこっちに返せとそっち側からもう一度こっちにウェーブを返せと叫んでですね、最初なんかまあそのアクションでこう分かったんでしょうね、向こう側の人も気遣ってなんとなくこうやる気なさげにこうああってやるわけですよ、そしたらこっちまで帰ってきてまたウェーブ成立させて、もう散々やぶさめで大騒ぎ、やぶさめでウェーブがあったの多分あの時史上初めてだと思いますよ。そんなねまあお祭りっていうのは楽しいもんですけど、たまたまやってたりするとねまた嬉しいもんですよね。エミリーちゃんありがとうね。西さんこんばんは。勉強は少しだけやってゲームしてたら寝ろと言われたので寝ます2時まで頑張ってください。エミリーちゃんありがとうございます。ね、勉強やってるなら起きてていいけど、ゲームするなら寝ろと、本当ですよ。ゲームしながらねラジオを聞くとか、勉強しながらラジオを聞くとかねできるといいんだけれども、なかなかそうもいかないもんですよね。他のはみんなコーナーか。ゴブルさんありがとうございます。こんばんは。急遽一人放送大変だ、お察しします。もしくは急遽誰か助っ人呼んだのかな。助っ人ね、人望がないんだね、なんかね全く思いつかないね助っ人、今日ばかりは本放送でもチャットと絡んでもいいと思いますよ。あ、そうですね、最も西さんの雑談で2時間というのも個人的には楽しいんですけどね、ありがとうございます。なるほど、そうだよね、チャットとかもうちょっと絡んでもいいわよね。チャットとか何ですか、ツイッターね、一応読めるようにはしてあるはず。ちょっとツイッターとかご紹介します。あ、音声が聞こえませんっていうのがね、しばらくユーストリームの方では音が全然乗ってませんでした。最初の15分ぐらいかしらね、ごめんなさい、全然気がつきませんでした。ラジオの方は無事に音は出てたと思うんでまたねチャットの方をね追いながらこうトークをするのもいいんじゃないかってこうゴブルさんが言って本当にありがたいんですけども、今ただいまこの番組のチャットの方はですね全く番組とは無関係に盛り上がっておりましてですね
中には、あの明日仕事なので、あの単独放送頑張ってください、おやすみなさいって言って寝ていく人もいますし あ、昨日どこどこに座ってたんですかみたいな、あ、昨日ボックスにいたんですねみたいな いろんな勝手に盛り上がってますよ、チャットも、まあね、それで全然結構でございます。あ、今日はね、あの曲も流しちゃいますよ、流していいんですかとか、あんまり細かいことを言わないように、細かいことを気にしちゃいけません、あのおおらかな気持ちで今日は聞いてください。消そうと思えばもちろん消せますさ、あ、それは消せますさ、だけどもうなんかそんなんね、そんなんだから、その代わりになんか別にこっちで音を切って喋ってもいいんだけど、あ、そうしよっか、曲かけてる間、いや、そしたら俺がタバコを吸う時間がなくなってしまう、だからまあ曲かかってる間は、俺がタバコを吸ってると思ってくださいな、ね、あとメールでもコーナー用のメールいただいてるんで、コーナーもじゃあ後半はやりますわね。ちゃんと来て、後期早いね、ありがとうね、本当に後期は本当にいつもね、後期とあとドリアン生茶は早いんだよね、チャットとかでも最初にお題を出すと一番最初に出していくんだよね、それで翌週送ってこなかったりとか、その瞬発力の人たちなんで頼りにしてますよ、今週あたりは特にね。ちょっとリクエストせっかく来てるんで、こちらにお答えしようかな、これならかけられるし、ラジオネームふみさん、西さん一人で寂しいと思いますがみんなついています、なんて温かい言葉なの、嬉しいな、一人で寂しいと思いますがみんなついています、みんなついています、みんなついています、みんなについています、みんながついています。リクエスト、磯野裕子さんの君の羽または愛の星、あるかな、今ね CD を全く置いてきちゃったんで、こっちの方にあればかけたいと思うんですけど、あ、君の羽があったんで、こちらかけましょうかね、あ、元ファイルがないって言われた本当にね、FM 相模のライブラリーっていうのはね面白いですよね曲があったと思ったらもうないんだもん、ファイルがありませんって言われたりするんだもん、もう場所を確認しろとか言うんだよみんな、出せば出すほど、ちょっとあとなんか、あ、そっか、向こうも繋がってないからダメか、あ、そっか、向こう側が、向こうのパソコンが溜まってるからいけないんだな、本当に全部かか、本当に全部かかんねえなごめんね、かけるって言ったりなんかファイルがないとか言ったり適当なことやってうわきついな、これうわ元のファイルが見つからない、全てでした、全曲元のファイルが見つからないと言われたのでですね、ここは思い切って別の曲をかけようと思います。全然関係なくなっちゃいましたけど、このエリさん、千の夜と一つの朝って曲いこうかな、終電はすぐ
お送りした曲はエリーで、千の夜と一つの朝。お聞き覚えのある方も多いと思いますけども、最近はエリーさんソロとかね、いろんな活動をしております。ミュージックボックスのオムニバースにもね、ソロで参加してくれたりしておりますよ。番組後半ではいろんなコーナーやってみたいと思います。2時までお付き合いよろしく。はい、ただいま CM 中。メールたくさんありがとうございます。ツイッターと何ですか、チャット、そっちもねこの後追いながらやってみようかなと思ってますんで、何かあったらどんどん書き込んでください。後半何やろうかな。新コーナーくれた人もいる。市街違いでもやりますかね。違う違う、そうじゃない君を逃がせない。違い違い選手権。はい、というわけでコーナーをやってみようと思います。でコーナーもね、仕分けする人もいないので、今違い違いを探しています。あ、これあるな。これは誰かしら。誰？ドリアンのおもちゃだ。ベルカさんこんばんは。先週イソラジに参加できなかったドリアンのおもちゃです。まあいろいろと定期テストとかなんとかいう魔人と戦った結果が一撃必殺でしたので、必殺されたんだね。撃沈したんだね。ご苦労様。親に携帯は解約され、PC もロックがかかり、ああ無情となったわけです。うわあ、もうおかん無理や、お母ちゃん。そのためラジオで一方的に涙ぐみつつ聞く羽目となり、しかもイヤホンで磯さんの最後を見ることができませんでした。もちろん録音見ました。聞いてるかどうか分かりませんが、磯さんありがとうございました。とても楽しかったです。そっち聞いてるか。ドリアンがそんな事情でね、先週参加できなかったそうですよ。というわけで今週も PC からメールを打ってるわけですが、この1週間ちょっとでほとんど宿題を終わらせたのです。おーすごいじゃない。そのため PC は許可されました。フィルタリング付きで。今回はユーストリームで判決させていただいてます。残る宿題は卒論とか職業体験とか、エトセトラ、他は終わったことになってます。おい大丈夫かい。それでは前置きは置いといて早速ネタに参りますということで、違い違い行ってみましょうか。ちょっと待ってね、違い違いもね、いろいろ出さなきゃいけないものがあるの。これ出るのかな。あれ今どっから出てるの。 PC から出てるんだけど、出る音。違うぞ。あ、出た出た。よっしゃ。気を取り直していこう。つがい違い選手権、ドリアンのおもちゃ。ファミマでカウンターに並んでいると、おでんを買った女子高生らしき人に若い男性店員さんが、からしいりますかと元気な声で言ったと思いきや、その女子高生が、彼氏何狙ってんの。別にいないけどと超間違いなことを言っていました。これ最悪だね。それは違うって言ってあげたい感じの。あるよね、なんか聞き間違いで調子に乗ってる人ってちょっと痛々しいですよね。これは。これはわかるな。あ、この間さ、セブンイレブンで今
AKB48 のなんかキャンペーンみたいなのやってるでしょ。それで AKB のさなんか当たるらしいのよね。それですごいおじいちゃんが朝5時ぐらいにものすごいおじいちゃんが当たっちゃったみたいでさ、じいちゃんがえこれは何誰なのこれはみたいな、あこれねおじいちゃんね、AKB48 っていうね女の子のアイドルなんですよ、AKB みたいなことになってて、最後の最後はねまあ俺はその店員さんの判断すごく正しいと思ったんだけど、おじいちゃんが あれかいモーニング娘。みたいなあれかいって言ったら、そうそうって言って言ってました。あれ店員さんの判断正しいと思います。ゴブルさんからも違い違い選手権いただきました。先輩ね、ゴブルさんの先輩は本当にね有能な方ですよね。この先輩のおかげで本当にこの番組どんだけ成り立っているか。先輩がサマージャンボ買っちゃった、俺に3億入る日忘れないようにメモっとこうって言いながら卓上カレンダーの8月10日のとこに SG って書いてましたおいおい SG だとサマーギャンボだよ違う違うそうじゃそうじゃない、これ分かりますよね。ジャンボっていうのはね、こうジャンボは JUMBO かね、ジャンボ、それが SG って書いてしまう、まあ絶対当たんないですよね宝くじとか買いますか。僕は全然宝くじをね、まあ、買ったとしても当たったことはないんですけどね、なんか結構いろんな人が買ってるんですよね。全然そういうの信じそうにない人たちなのに、なんか案外そういうのを買ってたりすると可愛らしいなと思いますよね。今日さ、そういえばテレビ見てたらばさ、矢田亜希子さんが出てた矢田亜希子いいわね、え行くない矢田亜希子、なんだっけ、今日の石原さとみさんとなんかなんだっけ、クイズでアホな答えをするので上地雄介さんでしたっけのなんかドラマにね出てたんだけど、やっぱ綺麗ね。今日見てね、本当に綺麗で、やっぱり目がいっちゃうのね、こうだから脇役みたいな、多分なんかみそぎ的なこととかね、段階を踏んだりっていうのがあるんでしょうよ。そこっていうような脇役に矢田亜希子さんがいるわけですよ。でもやっぱ目がいくよね、綺麗だしさ、なんかこう放つオーラがちょっとそのクラスとは違うというか、あるじゃないですかそういうのって。こうだからね、俺はね、亜希子を許すことにした。俺は亜希子を許すよってテレビを見ながらつぶやいてみた。もういいじゃないか、過ぎたことはね。確かにアホな男に捕まったと思うわ。それでね、何ですかあの男って、芸能界に入った理由みたいのを聞かれて、いい女とやれると思ったからみたいなことを言うような男だったでしょ。ね、リブっていうバンド僕は聞いたことないんだけど、音楽的にね良かったのかもしれないけれども、残念ながらね、なんかそのぐらいの人だったわけじゃないですか。それに引っかかっちゃった。だからね、いい女とやりまくれると思ったそんな田舎の男の子が出てきて、本当にねやりまくれてよかったねっていうことぐらいしかないですよね、男にはね。もういいじゃんもういいじゃん、いい女とやりまくれたでしょでね、かわいそうなのはやりまくられた方の人ですよ。だから俺はね、広い心で亜希子を許すことにしたよ。もういいと、もう忘れてやると、
許してやるから、ね、もうちょっとこういい役でもう一回こう主演とかあのドラマとか見たいなって正直に、素直にそう思ったわ。やっぱだってなんか全然ね、おかしいもんね、その脇にいるのがね。ああいう人はやっぱり真ん中でいい役をやるべきですよ。だからこうみんなも許してあげよう。あきこおかえりと広い心で迎えてあげようよ。誰も迎えないなんて言ってないけれどもさ、そう思ったね。でもね、本当に今日見てて久しぶりに画面で見ると、おややっぱ綺麗だなと思って、まあ綺麗なだけではね、女優は務まらないでしょうけれども、やっぱりオーラが違うというか、そういうところに真ん中にいるべき人じゃないかなって思いましたね。もういいよ、多摩動物園に手つなぎながらやってきたのも許すよ、あれも忘れてやる俺が、うん、だから明子帰っておいでとね、本当にそう思いましたわ。それで話は変わって、そう今日あれだね、みんな一人ぼっちでやってるのを番組の初めから知ってると思ったら、香里さんが事前にこう言ってくれたのね、お休みしますっていうのをね、ありがとうございます。他のちょっと普通歌も紹介しましょうか。こんばんは、モアです。モアさんありがとうございます。娘も聞いていたので寝かせました。イソチが帰ってくるまで頑張ってください。イソチが帰ってくるまで守るぞイソラジ。ありがとうございます。ミサってギターうまいんですね。うまかないですよ全然。今月からジムプールに行っています。なんとか毎日行けています。人間観察にはいい場所ですよ。本当にね、プールは面白いですよね。なんて言うんでしょうね、歩いてる人が多いんですよ。あれは最近流行ってるんですか、スイムウォーキングみたいのが、プールウォーキングなのか知らないけど、それで歩いてる人、泳いでる人って基本的にそんなに表情見えないじゃないですか、ブレス、呼吸をするとき以外は。それで歩くだけだから、ずっと顔をこうね出してる状態でこう歩いてる人でも、表情がものすごいこうゆったりした人もいれば、ふっ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 ってこうものすごい形相でウォーキングしてる人もいるんですよね。なんであんな危機迫る表情をしてるんだか知らないが、あと意外とさっきブレスの時の顔ってね、一瞬ですけど、うまい、小学校中学校ぐらいまで水泳やってたんですよ。でスイミングクラブにね、もう朝練と夜練と毎日繰り返すぐらいに選手として頑張ってたんですけどね、根性がなくてちょっと途中でもうやめちゃったんですけど、その時にやっぱり好きな子ができてね、すごく可愛い綺麗な女の子がいるわけですよ、水泳の選手でね、同じ同期というかちょっと一つ二つ下だったのかな、すごい可愛しい子がいて、でその子がねバタフライの選手だったんです。で僕も一回バタフライに行かないかって、なんか背筋が強いから君はバタフライに向いてるぞってなんかアメリカのコーチに言われてね、やんないかって言われたんだけど、すっごい迷ったんですよ。バタフライってきついじゃないですか。僕辛いの大嫌いなんですよ。きついのとか、それでずっと平泳ぎの選手をやってたんですよ。平泳ぎって楽をしようと思えばどこまでも楽できるでしょ。ああいうのが大好きなんですよ。クロールとかって基本的にゆっくり泳いでも辛いもんは辛くないですか。手こう一生懸命かいでこう足もやろうとしたらね、だからその中でバタフライって絶対辛いでしょ。進むだけで辛いじゃん、絶対嫌だったんですよ。その好きな子がバタフライの選手でね、どうしようかって本当にギリギリまで迷ったんですけど、やっぱりその頃から俺はやっぱりね人間ができてたんですよね。
やっぱり楽をする方を選んでその憧れのバタフライの、彼女と同じ競技にはならなかったんですけど、その憧れてた子がですね、バタフライってこう正面を向いてこう正面に顔を上げるじゃないですか。あまり見たことはないと思いますけれども、まあ、スイムグラスとかねしてたらあんまり分かんないんですけど、例えば練習だとスイミングキャップ、スイミンググラスなしでこうやったりするときあるわけですよね。でたまたまこう、まあ、ちょっと先でこう練習をしてて、向こうからその可愛い彼女がバタフライで泳いできて、ふと見たらですね、ブレスでこう顔を上げた瞬間の顔が野獣のような顔をするんですね。水泳の選手みんなそうだと思うんですけど、すごい可愛い子がバタフライでこうブワッとこう顔を上げた時にうわーっていう顔で、息も吸わなきゃいけないし、鼻からね息も出さなきゃいけないし、大変だっていうのは分かるし、すごく辛い泳ぎですから大変なのは分かるんですけど、それにしてもそんな顔っていうような、なんか水中のプランクトン食ってんのぐらいな、すごい形相でうわっと顔が上がったんですよ。それを見て冷めましたね、僕ね。だから見なくていいものもプールでは見えてしまうんですよね。新しいコーナーとか作るんですか。うちの娘は毎日聞き違いばかりしています。今は勉強より神溝祭りに興味があるそうです。やばいぞこれは。やっぱり神溝祭り有名なんですね。そうか、これはじゃあぜひ行ってみたいな。24、25か、24、25、 どっちもやるのかな。そういうおみこしが出て出汁が出てみたいのね、お祭り僕も大好きなんで行ってみたいなと思います。新しいコーナーね、もうちょっと様子を見ながら考えましょう。ね、古谷香織の、まあ、古谷香織のコーナーは古谷香織が来れる時に、やればいいかなっていう感じですかね。それでアフミさんごめんね、ちょっとイソッチの曲後でもう一回チャレンジしてみるからね、曲かけられるかどうか。あ、そうだ、週ネタとして、募集したイソラジの正式名称、フミさん、イソラジの週ネタ、いそいそしい西ラジ。略していそラジね。いそいそしいってなんだっけ、どういう意味、いそいそしい、いそいそしい、いそいそしいって何、いそいそしい、何か分かったらアップしてほしいな。いそいそしいってなんだろう。あ、そういうの集めてみようか。忙しくていそいそしい、大急ぎでお送りするラジオ、略していそラジみたいな。あ、そういこうかな。ロンリー西さん、リスナーの皆さんこんばんは、コウキです。ありがとう、さすが瞬発力のコウキです。イソラジの正式名称、胃袋とその他もろもろでっかい西さんのラジオ、胃袋とその他もろもろでっかい西さんのラジオ、略してイソラジ。時間なくて浮かばないでしょって、投げやりになってますけど、あ、いい感じじゃないですか。これこういう方向もありですね。いそいそしいの意味が分かったらな。ドリアンは書いてくれてたっけ。いそらじ正式名称は、いつの間にか、そんなお腹になっちゃってラジオ、なんやねんな。
全然分からへん、全然分からへんから。なんでこのあいうえお作文になってんが定着してんの、そのチャットチームは。いつから妊娠してたのと、そう、祖母に聞かれたラジオ。なるほどね、ショッキングな風景ですよね、緊迫感のある。3つ目、あ、これまともだね。いっぱいの仲間と、そう、ソングとトークで送るラジオ、略してイソラジ。ソングとトークって言うか。ソングとトークでお送りするっていうの自体がちょっと違和感を感じるな。まあ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 、でもね、これ参考にしますよ。忙しいと忙しいと、あと急ぎ、急ぐ、急いでお送りする、そんな感じの、なんかつなげていけそうかな。まだ思いついた人があったら送ってくださいね。今、あ、そっか、あとトーチングもあったな。トーチングをじゃあこの後やりましょうかね。うん、トーチングをじゃあ曲を挟んでお送りしましょう。曲何しようかな。相模の風に乗っていくか。昨日ですか、昨日あのミュージックボックスの収録で、イソッチがいよいよ本当に7月いっぱいっていうね、7月30日放送分の、収録をしました。本当にたくさんの皆さんがね来てくれて本当にありがとうございました。それからマッペもね、3ヶ月前にミュージックボックス卒業したマッペも遊びに来てくれて、それから意外といろんな、ヨスロマンティックとかね、明日ミッドナイトギフトをお送りするヨスロマンティック、それにパンクバンド肉球猫さんっていうのやってる、佐藤ちゃんとかね、いろんな人が来てくれてね、本当にありがとうございました。イソッチを送り出すのにふさわしい、素晴らしい収録になりました、おかげさまにね。そんな皆さんへの感謝の気持ちも込めてミュージックボックスメンバー全員で歌っております。相模の風に乗って、君の
送りした曲はミュージックボックスミンパーソナリティのみんなで歌っております、相模の風に乗ってでした。はい、 CM 中です。次はちょっとリクエスト答えたいな。カオリの曲も今リクエストいただきました。なんとかかけられるようにちょっと頑張ってみたいと思います。次もじゃあトーチングとかやりましょうかね。メールたくさんありがとうございます。メールもどんどんご紹介していきますよ。この後メール全然実は紹介しきれてないな。よし、この後じゃあ一気にメール紹介します。西健二が一人で送りしております磯ラジ2時まで生放送です。メール紹介していきましょうね。たくさんいただいておりますので、コーナーはちょっとさておき、これなんだ、あ、新コーナーのやつも結構くれてんだな、ありがとうね。新コーナーって俺がよく覚えてないんだよな。あ、違いも、あ、サユリンだ。サユリンメールくれたのありがとうね。ダイレクトメッセージを送りました。見てくれたら嬉しいです。何ダイレクトメッセージを、ツイッターの方か、ツイッターのダイレクトメッセージか。今ね、あれ、メッセージ来てないよ。メッセージはないです。今んとこ来てないです。うん、来てないと思うけどな。あれ、何に送ったんだろう。まあいいや、いっぱい送ってくれてるから、違いも送ってくれてんだな。あ、でもヒロポンの普通歌も、西さんこんばんは、ヒロポンです。一人は大変ですね、頑張ってください。磯さん、古谷さんが戻ってくるまで辛抱してください。みんなが大好きな磯ラジですから。ありがとう、嬉しいね。あたたこれ、ヒロポンってこういういいタイミングでいい子を泣かすようなことをこう送ってくれるよね。日頃口悪いくせに本当にこういうツボを抑えるわよね。俺のリクエストは見つかりましたか。ごめん、まだ見つかんないのよ。あれ、 iTunes ミュージックストアとかで売ってるかな。来週、今度の金曜日グラメになかったら今度買ってくるわ。とりあえず FM 相模のライブラリーと、あと俺とか古谷香織とかいろんな人のライブラリーにはなかったんで、なんとか購入する方向で今考えております。次は郷ひろみで言えないようかけてください。待ってろっていうの、一曲ずつ、磯ラジ、バタバタしてて忙しいラジオ、略して磯ラジ。あ、これいいですね。この方向だな、やっぱりな。バタバタ忙しいラジオ、西ラジっていうタイトルでもくれてますけど、ターボルーセルさんから、古谷香織にリクエストですね。リクエストです。古谷香織のフレームオブマインドに入ってる日曜日の猫、なければハミングが聞こえるって、買ったなら自分で聞けって話ですが。あ、買ってくれたんですね、ありがとうございます。いや、こうやってね、でも買ってもらうのももちろん嬉しいですけどね、リクエストも嬉しいものなんですよ。アーティストはね、それをみんなにこう広めようっていう気持ちが嬉しいじゃないですかね。そういうわけで、まだまだ本当は読みたいんですけど、トーチングやろうかな。レッツトーチング、唐突にやってみようかな。
なん、まあ、あのツッコミがいないから当然盛り上がらないんですけど、あの皆さん寒い思いしてませんか。僕は非常にあの申し訳ないんですけど、あの楽しいです。一人で好き放題やらせていただいて、とってもあの楽しいんですけど、ちょっとさ、そう、あ、そうなんだよね、本当は今日はだから今週は古谷香織さんが、来てくれて、一緒にやる予定だったんですけど、あの昨日とかねラジオ聞いてくれた人とかはあの声の調子があまり良くないっていうのをね、あのご存知だと思うんですけど、あまりまだ調子が戻ってないんで、今日はあのお休みということになったんですよ。なんかあのさ、女の子のそういうさ、あの急な事情の変更とかってあるじゃないですか。あれってこうなんか男としては難しいよな、対応が。あのなんていうんですか、あの例えばまあ磯っちがねお休みするっていうことになったこともそうなんですけど、なんかそこをそういう大事なことの対応とかもそうだし、あとちょっとしたことであの女の子ってあのあれがあるじゃないですか、ちょっとあの誘ってあのちょっと今日あの帰り飲み行かないとか言って、で、あ、いいよなんか言ってたのが、ちょっと後になってからこう、ごめんちょっとやっぱり今日お家帰んなきゃいけなくってみたいので、もう明らかになんかその合間に女友達と話して、あんまり話さなくてもいいような女友達と話して、やめないよあいつ危ないよとかなんか言われたりとかして、じゃあやっぱり断ろうかなみたいないきさつがあってのやっぱりちょっと今日はお家帰んなきゃいけなくてみたいな感じのあるじゃないですか、女の人の。そういうのってないですか、結構ないですか。ああいう時の対応ってこうなんか難しいよね。ってすごい心の中では思うんだけど、なんかちょっと今日まっすぐお家帰んなきゃいけなくてって言われると、あ本当、うん、オッケーオッケー、じゃあまた今度ねとか、そんな大丈夫だよ的な感じにしとかないと次につながらへんやんけ。その次につなぐためにこうなんかちょっと自分を殺して、で本当はさっき行くって言ったじゃんってすっごい思ってるんだけど、なんかこうそれを態度に出せないですよね。だからあれですよ、まあ古谷香織が聞いてないから言いますけど、古谷香織さんが今日もちょっと体調まだ喉が昨日も結構喋ったのでちょっと本調子じゃないのでお休みさせてもらっていいですかって、まあ、その前に無理だったらお休みしていいよって、イソラジだったらね、他の番組はほら古谷香織メインのやつとかありますから、まあ、イソラジならまだ、ね、なんとかなるからいいよっていうふうに言ってあったんですけど、それでまあやっぱり声が思わしくないっていうことで。今日の夕方ぐらいですかね、メールが来て、やっぱりお休みさせてくださいと、まあ、もちろん、メールの返信はもう いいよ分かったよ、ゆっくり休んでお大事にしてねってこう優しさたっぷりな包容力もたっぷりなメールでお返ししてますけど、気持ちの中ではもちろん言いたいこと山のようにありますよ。お前もう3週間ぐらいな喉痛いかもって言ってからもう1ヶ月近く経ってんじゃん。なんか免疫とかなんか抗体とか作る機能壊れてんじゃねえのとか言いたいことは山のようにありますよ。大体お前食うのが遅えんだよ。なんで好きやで俺が3品食ってる間に一品食えねえんだよとかこう。そういうのをこうグッとこらえて、まあ古谷香織は聞いてないからこんなことが言えるんですけどね。レッツトーチングだ、これはねぜひ続けたいですね。レッツトーチング、サムソンさん早速いただきました。その1、叩く。
新生イソラジの門を、まさにこのメールがね、新生イソラジの門を叩いてくださったわけですよ。ありがとうございます。嬉しいね、こうやって、あの、なんかこう、なんかのきっかけでメールを送らなくなることってあるじゃないですか。で、あの、結構ネタとか考えるのも大変だし、あのイソラジの時はあの、なんかずっとあのイソチとかね、カオリとかのために送ってたけど、これをきっかけにちょっとフェードアウトしようかなみたいに思ってるやついるやろ。あかんで、そんな許さへんで新生イソラジの門をぜひ叩いてください。お待ちしてます。ごめんなさいね、あのラジオをお聞きの人とユーストリームを見てる人で、あの今日ちょっと笑いのツボが若干違うと思うんですよ。で、僕はあのどっちの笑いも欲しいんですよ。ユーストリームの人も笑わせたいし、ラジオの人も笑わせたいんです。あらゆる手段を使って。だからラジオを聞いてる人は今の間は何なんだってこうね思うかもしれませんけど、許してくださいどうしてもどっちも笑わせたいんです。そんなに間違ってる有権者の政治家選びが。いきなり世界観を変えてきますね。この間ね、選挙行きましたけど、あ、今回も迷ったな。ここのとこほんと迷うんだよね。なんかさ、まあ、と、まあ、昔はあの投票したいっていう人がこの人っていうふうにある程度こう決めやすかったのかな。で、今はね、どうやったらその自分の意見が伝わるだろうっていうところすごく悩むんですよ。で、はっきり言っちゃいましょう。だから今回あのみんなの党に入れました。なんでみんなの党に入れたかっていうと、今ね、あの民主党があんだけの騒ぎで政権取って、またすぐ自民っていうのは信用もできないし、でだからといって民主党つって、なんか今の政策が全部今のね、ダラダラした特に沖縄の問題とかあれが支持されてるなんて思われたら嫌でしょ。それも嫌だし、ましてあのね、私の大嫌いな日本新党ですか、あの亀ちゃんとこね、もういまだにあの亀ちゃんだけは許せないんで、なんでお前が出てきたんだっていう。覚えてますか、日本新党って前の選挙の時にボロ負けだったんですよ。で、党首とか幹事長とかも変わったんですよ。それで亀ちゃんだけが地元の人気で当選したんですよ。そうしたらなんか連立組み上がって亀ちゃん出てきて、それで優勢問題なんか白紙に戻すんじゃみたいな、なんかシオンから来てるのかどうか分かんない、あの、まあ、政治家のね、あの本文といえば本文なんでしょうけど、だ僕はもうそれが未だに許せてなくて、だったら民主党にも投票するんじゃなかったと思いましたからね。だったんで今回はだからどっちにもそう入れたくないし、政策本当はだからみんなの党を支持してるわけじゃないんですけど、そこしかねえじゃねえかっていうね。じゃあ社民党どうかって言ったら、まだまだって言ったりしてるかな、まあ、その話にこだわって連立を抜けるだなんだっていうのを脅しに使って、なんか政権をそういう利用の仕方はどうかなっていうようなこともしてるし、悪いけど公明共産に関しては僕はちょっと主義主張の問題で投票はできないし、そう思うともうないんですよ、みんなの党ぐらいしか。みんなの党のだから個人名で投票した人なんて、あのその日の新聞でうわこの人知らないけどしょうがねえなみたいな感じで、なんか初対面の人に投票するような感じでしたよね。だまあ結果もね、そういうあの同じ思いだった人多いんじゃないかなと思ったんですけどね。難しいでしょうね。なんかその政治家が勝手にだからその後で連立とか組まれたりとかすると、
またなんかそういうつもりで投票したんじゃないんだけどっていうねことになりますからね。その3、おめでとう。ワールドカップ今大会のヒーローはタコのパル君。決勝すごい試合でしたね。なんか感動的な話もあって、やっぱりすごい試合でしたよ。面白かったですね。でもなんせタコのパウル君すごいですね。本当にこういうことあるんだよな。そういうなんか話題の盛り上がり方もワールドカップらしいって言えばワールドカップらしいですよね。トーチングはね、あれこれは違うよ。新しいコーナーのやつくれたりしてるんだな。ふみさんからのトーチング。大雨が降った。傘を忘れた。これはね、トーチングではない。これは2つの文章がつながっている、逆につながっているだけで、降った大雨が忘れた傘を、これがトーチングなんですよ。トーチ法にもう一度立ち返って。だからこれだったらそうだな、でも傘をっていうオチに持ってくるわけだから、大雨だと知っていたのに忘れた傘を、普通やな。普通や、面白い、全然笑えへん。寒気したよ今。頑張っていこう。よし頑張っていこう、みんな頑張っていこう。よし、はい、みんなで頑張っていくよ。トーチングはこんな感じですか。全然関係ないけど、違い違いをさゆりんが送ってくれたので読みます。愛子の歌の歌詞で、見晴らしがいいのだろうが、いがらしがいいのだろうに聞こえた。いがらしか、いがらしね。違う、人の名前になんか自分の名前と同じ響きのものってこうね、自分の名前かなと思ってビクッとする時とかありますよね。これなんだ、ヨドバシでは中国語の店内放送があるの知ってますか。その一部がこんな風に聞こえました。中国語風で呼んでください。ついチャーシューと。だこれは何が何に聞こえたんだよ。ついチャーシュー増。で聞こえてその元が分からへんやんけ。本当についチャーシュー増って言ってるかもしれないし。この間ザ・ドンに行った時、ザ・ドンっていうあの丼専門のお店ね、店員さんに大盛り無料になりますがと勧められ、じゃあ無料でお願いしますと言ってしまった。じゃあ私も無料がいいと思いました。そうだね。そう。じゃあ大盛りでって言えば何でもない話がね、じゃあ無料でお願いしますって言った途端に話が全く変わってしまうね。なるほど、さゆりんさすがです。あとあの新コーナーやろうって言ったやつ送ってくれた人もいるんですよね。あのね、これ磯自慢さん、西さん目撃情報、カレー屋でカレーを飲んでる西さんを発見。なぜかあの女呼ばわりかフルネーム呼び捨てのさゆりんと一緒。しかしよく見るとハクションダイマーオートあくびちゃんでした。うまい。うまい、うん、まあね、サイズ的には合ってますよね。これは何だろう、これ何、これトーチングかな。
熱いデブだから、寒い面白くないから、悲しい嘘っちこれトーチング、寒い夜だからっていうの急に思い出したんだけど、暑いデブだからってこのコーラね、ちゃんとあのドリアンも考えてくれて、この間某 S 市内のとある公園にて、丸いお腹を器用に軸にしてブレイクダンスを踊るかのごとく回転しましていましたが、あれはブレイクダンサー西だったのでしょうか、それとも転んだら立てない西さんだったのでしょうか。某 H 駅にて大きなお腹を揉んでボヨヨーンとやっている方がおられたので観察していると、次第にタプタプもしだして、しまいにはしゃがんで揺らす始末、友人にすごくないあの人とささやくと、お腹痛そうだねと的確に返してくれました。ああそうですか、これ全部僕です。あとね、カオリンのコーナーもくれてるんですよ。古谷香織、明日の空模様、勝手なタイトル、そうそう、こういう感じでねやりたかったです。これね、香織が読んだら面白かったと思うんだけどね。明日西さんはグラタンを食べるでしょう明日西さんはカレーも食べるでしょうまた明日西さんはシチューも食べるでしょう。よってこれより西さんのお腹はどんどん垂れていくでしょう以上、明日の日産でした、ね、こんな感じにしようか、したかったんですよね。そう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 、あの正解ですよ、合ってますよ。あのこれはぜひね、あのカオリンのいる時にはこのコーナーやってみたいなと思いますんで。さてかかるかな、一応今一応やってみたんだけど、ダメだね、全くかからないわ、おかしいな。じゃあこっちでもダメ、これもダメか、本当にね、曲がかからないんですよ。さっきリクエストあったの、カオリンの曲はなんだっけ、日曜日の猫と、日曜日の猫もないな、ハミングが聞こえるでもいいって言ったんだっけ、これも開かない、うわー素晴らしいですね全く開きませんか、全く曲がかからない状態、向こうの iTunes 開かないとかからない時っていうのが多いんで、今向こう側をちょっと開けてみたんですけど、ああそれでもダメですね、全くここに入ってるはずのものがかからないんだもんな、もう完全にあの多分ファイルの階層がおかしくなってますわ、ごめんなさい、本日リクエストには全くお答えできませんでした。最後にもう一曲ぐらいかけたいんだけど、じゃあこれにしようかな、なんかすごい曲が出てきた、なにこれ失礼しました、全然違う曲が出てきました。こんな時は大慌てでもう一曲用意します。マッペの曲いこうかな、マッペの、俺が大好きな明日映画を見に行こうっていう曲をお送りしましょう、お送りしましょう、何なんだお送りおおCD エラー。
さあというわけでね、張り切って2時までの生放送をお送りしております。本当に腹立ったもう。CD かけりゃエラーになるしね、あのこういう時ってありますよね。まあ、こういう時はあの焦らず騒がず、ゆったりとお送りしていけばいいんじゃないかなと思います。だけど曲はかけたいんだよな。じゃあなんかエラー、あこれじゃあね、今度こそこれかからなかったらもうやめようね。ねどうしたらいいもんかな。それでは何曲入りなんだこれ。 12?12?11?10?12?11?10? かかった。さだまさしさんのね、我もこうっていう歌、傾けながら奴はふと思い出すように言った。明日の朝小さな山の分校の子供たちに会いに来ないか。今奴は分校の校長先生、かわいいかわいい子供たちの笑顔をお前に見せてやりたい。どうだ明日来ないか。折から秋の雨も上がって、かすかに鈴虫泣く。今俺は子供たちを野球で鍛えてる。いつか本校に勝たせたくて、幾度も挑んで幾度も破れたが、そこはそれ収穫できせず。山あいの分校は傾いていたが、子供たちは裸足で駆け回ってた。40いくつもの瞳に囲まれて、奴は先生らしく笑ってた。この素晴らしい分校の子供たちはどんな素敵な大人になるだろう。弾ける笑顔や瞳の輝きをどうすれば守ってやれるだろう。折から朝の霧も晴れて、間近に大山見ゆ。手作りの野球場に歓声僕は、ふと脇の草むらに桑の実によく似た赤い花を見つけた。子供が教えてくれた我も子。
ついに本校に勝ったぞと手紙を読みながら子供たちの瞳と雄大な山を思い出してた奴の得意げな顔と色鮮やかに小さく咲いた我もまた紅なり人鮮やかに色鮮やかに小さく咲いた我もまた紅なり佐田さんのお友達でね文校の先生をやってる、人がいるっていうねお話から実際のお話ですよね。佐田さんもねお仲間にとっても恵まれててこういうドキュメントな歌っていうの多いですけどなんか心打たれるものありますよね。お送りした曲佐田まさしで我もこうでした。12時から2時間生放送でお送りしてまいりました。今日は西健二が一人でお送りしておりますイソラジ、西岡丸久剛さんもありがとうございます。NK さんこんばんはNK は一人じゃない。イソラジを聞いている素敵な仲間がいます。ありがとうございます。お体にお気をつけてラジオ頑張ってください。そっちが帰ってくるまでに西ラジ頑張りましょうね。そうですね、西ラジ頑張ってやっていきますよ。金曜日はご挨拶できなくてすみません。金曜日なんだっけそれから磯自慢さんからも、本日の相模原のたぬき岡本の出没情報をお知らせします。あ、これかおりちゃんの天気予報コーナーね。そうそうそう、こんな感じで FM 相模近辺でマツコデラックス風のオカマと奇跡の30代相模原の魔女と呼ばれているオカマが出没しそうなので男の方は十分お気をつけくださいまあこういう感じです。こういうのね、これじゃあ来週かおりに来てくれるかな。来週はかおりのそのネタをね、古谷香織に天気予報を読ませてください。明日の天気だけに関わらなくてもいいです。なんか明日こんなことが起きますでしょうみたいな、そういう予報ですね、予想、そういうものを面白おかしく古谷香織に読んでいただきますので、それからあとあれだね、トーチングはちょっとお題つけましょうか。久々に勘弁してください、勘弁してくださいの何々を勘弁してくださいみたいな。それからあと週ネタどうしようかな。違いは普通に言って、トーチングはそれで言って、週ネタもう一本なんか考えましょう。今までのやつやろうかな。あ、そういう風にできている、そういうことになっている、これやりましょう来週ね。来週はおそらく古谷香織と2人でお送りできると思います。イソラジまた来週、おやすみなさい。はい、というわけでイソラジ終了。なかなかね、ごめんなさいね、チャットとかツイッターとか追えなくてね。チャットだって早いんだもん進み具合がパッと見るともうね、全然。あ、舞陽介聞いてくれたのね、ありがとうね。我もこうだ、あ、舞くん好きそうだよなね。そう、ヒソラジだ、西さんのトーチングできてるじゃん、うまいことトーチングできてるじゃん。そっちありがとうね、西さんが一人でヒソラジ中。あ、クロドスさんも今起きましたね、何時ぐらいですか。30分前、30分ぐらいは聞いてくれたのかな、ね、あ、かおりもありがとうね、
気がついたら曲があったらかけてくれるかもしれませんね。あーメールの確率は、あのメールは一応全部読みましたよ。あ、タブルースルさんからね、ここからリクエストしてもいいんですかっていうことで、ごめんなさいね、一生懸命で書けようとしたんですけどね、これはまあよくあるんですけど、うん、次回書けますね。あれなんですよ、 iTunes のねフォルダをね、フォルダの階層をね指定するのをよく変えてあるんですよ。あんまりiTunes から曲をかける番組は一部なもんで、なんか結構他の番組でちょっと変えちゃったりとかするんですよね。それを本当は事前にチェックして iTunes から曲がかかるかどうかっていう、それチェックしなきゃいけないんですけど、まあ、そんなチェックして番組に臨んだことは一度もないので、今後はチェックしてみようかなと思います。すいませんでした、かけられなくて、せっかくのリクエストにね、イソッチの曲とカオリの曲来週はかけますよ。そんなわけで今週は、イソッチの方はね、昨日で感動的なフィナーレを迎えて、それで本当は古谷香織と2人でっていう予定だったんですが、香織も昨日すごい頑張ってね、自分の回以外にもミュージックボックスストリームっていう番組でも、あ違う、ミュージックボックスストリームっていう番組でもすごい頑張ってくれたんで、ちょっとね声の方の調子が相変わらず良くないみたいで、それで一人でお送りしました。でもこうなることも多分多いと思いますよ。まあ皆さんそんなに大変ですねとかそんなに思われるのも多分このあと1回2回ぐらいですよ3回目ぐらいになるとはまたかって感じで慣れてもらえると思いますけどさあ、せっかくなんでずっと追えなかったチャットやら、ツイートやら追っかけていきましょうかね。ポルタベンドさんからメンテナンス不備、おっしゃる通りでございます。メンテナンス、そうね、 CD がエラーが出たのはね、これはでも CD だな、メディアエラーの方だな。まあ曲もね本当はね事前にかけてエラーが出ないかどうか、あるいはイントロが何秒かとかチェックをしてから普通は放送に臨むもので、でまあこっちの方で iTunes で曲がかからなかったのはよくあることなんで、前陽介も結構聴いてくれてるよな、ありがとうね。イソッチさんもフリアさんも多分聴いてますよって。ポルタベンドさんからケーキの中身が偏っていたのも何か原因かもそうそう、最近さ、なんですか、珍道具っていうね、うちの店では今大流行りなんですけど、大流行りって俺が本3冊使っただけなんですけど、すごい役に立たない道具を作り続けてる人がいるんですよ。例えば何ですか、ラーメンを食べるときに女の人のこの髪が邪魔にならないっていう、それがよくほら目にシャンプーが入ると嫌がる子供用にシャンプーハットってあるじゃないですか、あれをただこう顔につけるっていうだけのね、そうすると髪の毛が前に落ちてこないから食べやすいけれども、ものすごいみっともない状態になる、そういう役に立たない珍道具、逆に役に立ってはいけないという、そういう道具が道具本当に山ほどね発明してる人がいるんですけど、昨日ふとねケーキがそういう風に傾かないようなそういうものって作れたら、そういう箱って作れたら結構人気出るんじゃないかな、ニーズはあるんじゃないかなってふと思ったのだから当然ケーキのいろんなサイズとかね、丸いやつとか丸くないやつとかいろんなものがあるじゃないですか、そういうものをなんか紙によってこううまくロックできるようなねあるいは語らないようななんか壁がすぐ作れるとかね、
なんかちょっとした工夫でできそうじゃないですか。だそういう発明できたら結構重宝されるんじゃないかなってふと思ったんですよね。まあ、ブラウフィローさんもぜひ iPod を防水にしてほしいですね。そしたらプールでプールウォーキングでも聞けるのに。なるほどね。防水にしてウォークマン聞きながら iPod でね曲聞きながら泳ぐとかね、いいですよね。ターボルースさんも矢田明子さんは脇役のオーラじゃないですよね。本当に今日思ったわ。もうね、あの明子許してあげよう、みんなで。ね、いろいろあったけど、まあ、あの明子がそこまで言うならもういいから、そんなに土下座までせんでいいから、あの、うん、許してやるから、あの帰っておいでって。本当にイソラジとニシラジを足して2で割ってニソラジ、あ、これも響きいいね。フェンダーと車の奴隷よけを通販で間違ってしまった件でよく覚えてますね。フェンダーをお使いと思いきやフェルナンデスをお使いなのです。フェルナンデス、ああゾウさんね、はい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 、今日は全然生かされなかったけど、ゾウさんを使うんですよ、よく。あの家の練習用に使ってます、家でね。だから今はピック忘れてきちゃったな。あ、もうこれでも十分聞こえるっちゃ聞こえるんだな。これがクリーム、これでなんかね、そうそう、歌声喫茶とかね、できればいいなと思ったんだけど、結局今日弾いたの何？ディープパープルとか。ぐらいでしたね。結構ね、これ音いいんですよ。で、アームもついてるし。割と豪華でしょ、なんかね、ちゃんとね、黒にゴールドパーツにね、なんかね、これでやれるかなと思ったんだけど、歌えるかな、これで。僕の背中は自分が思うより正直か、誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。昔は良かったねといつも口にしながら生きて行くのは本当に嫌だから、消えたいくらい辛い気持ち抱えていても、鏡の前笑ってみる、まだ平気みたいだよ。僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい、どんな時も
僕は知ってるから、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい、そしていつか誰かを愛し、その人を守れる強さを自分の力に変えてゆけるように。ちょっとモニターしにくいな、アコギ持ってこなきゃダメかもしれない。ちょっとエレキではね歌いづらかったですや、散々歌ってなんですけどやろうかね、なんかね、だからなんかね、せっかくあのね、今度ね、今ユーストリームは別として、あの FM 相模のそのミッドナイトプレミアっていう深夜枠は、あのこれで完全にあの全パーソナリティ男になっちゃったんですよ。月曜がそのマークさんって人と、まあ、女性の方も一緒に出てるんですけど、で火曜日だけが磯優子、女の子だったんですよね。それであと何でしょうね、水曜ミッドナイトギフトもちび犬と女の子も出てるんですけどね、あとみんな男、ヨスロマンティックとビジョンの2人だから男でしょ。で木曜だっけ、これで火曜日が男のパーソナリティ一人になると本当に男だらけの深夜放送になっちゃうのよね。今のまあ面白かったでしょこれラジオではあんまりできないんですねカメラあると面白いでしょ、止まってる図とかさだからこれやりたい、これユーストリーム向けにやってますからね、これね、ラジオではこれやると本当にただの空白なので全然面白くはないと思うんだけど、だからね、男だらけで、それでしかもなんか同じようなあのバラエティ色の番組になるとね、なんか音楽系の歌ったりするのは続けたいなと思うんですよ。ね、今度やりますわアコギ持っていくな、でもめんどくせえな、バックパッカーとか、ね、あれ、ああいうのちょっと小さいギターとか探してみようかね。ディープパンプルの後にね突然どんな時も歌われてもね困りますよね。あ、ふみさんは俺の歌で寝ちゃったんだね、ごめんなさいね。和田アキ子さんは脇役の方じゃないですよね、おっしゃる通りですけど、フライパンにそういう仕切りとかあったりするんだ。あ、ケーキに基礎の杭を打ち込めばいいね、箱に入れた時に後ろから全部こう固定できるようにこう打ってそれを抜いてから食べるとありやね、それね、なるほど。あとはあ、歌声喫茶はないね、歌声喫茶は多分歌声喫茶はないのないかなって言ってるのがカオリンですか。あ、カオリンが歌うことがないっていうことですか。タイプミス。西さん、生茶。あ、生茶に返事をしたのね。西さん結構ぶっつけですか。ぶっつけですよ僕は基本的に。あんまりね考えるのが好きじゃないんです。
その場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 で楽しいのが好きなんです。勘弁してください、カレーを飲むのは。はい、そういう正解です。見事。あ、まだなるね。タンパク宣言ね。え、中1の公開がサラハさんのファンなんです。そうですか。サラさんのギターは結構、内容介なんか やっただろうね多分。お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、もう綺麗でいろ、夢できる範囲で構わないから、忘れてくれるな。二言もできない男に愛を守れるはずなどないってこと、お前にはお前にしかできないこともあるから、あれ以外は口出せず、こうやって俺についてこい。今の本当は乾杯宣言でニカポですからね。キー違いますけど、チューニングも合ってませんでしたけど。歌声喫茶またやるか。なんかアコギで用意するなり、アコギが用意できなかったらこれで強引にやるなり、うん、なんか俺が歌ってもいいよっていう曲があったら言ってくれたら練習するわ。多分聞かないと思うけど、その場で歌いたい歌を歌っちゃうと思うけど。あ、そうだ、サユリンからさ、なんかダイレクトメッセージ送ったのでっていうメッセージが届いてないんですけど、本当にダイレクトメッセージ送った？あ、俺選挙の話もしたな。ね、みんなの党に入れた人ってそういう人多かったよと思うんだけどな。前のね、流れを考えるとね。アニソンね、あ、遅れてることにはなってます。本当？え、メールじゃなくてあのツイッターのダイレクトメッセージだよね。全然メールの方だったりとかしたら、メールはまだ見てなかったんで。
メールってあのほら受信すると音がしちゃうじゃん。それで今ツイッターの方でいいのね。あれちょっとおかしいですわね。遅れてることになってる。そうするとメールにもあのダイレクトメッセージが来ましたっていう。ああ来てる。今やっと確認できました。うんうんうん。1614今日が木曜日。木曜日、木曜日店が何にもなかったらいいよ。あ金曜日、え16金曜日木曜日金金曜日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 。ちょっと待ってね。松永が15日、うん、木曜がリハで、16の金曜日は大丈夫そうだわ。金曜日はクラブだけだよね。うわ、9月になってた。うん、クラブだけみたいだから大丈夫でしょう。あの夜9時ぐらいまでなら大丈夫です。タムタムのギャラだけあげれば箱代はなくていいです。タムタムに交渉してください。ラーメン2杯ぐらい安いなお友達価格で、そのぐらいでいいと思いますよ。店の方にはあのなくて良いので、好きに使ってください。え何が、アニソンね、うん、はい以上サヨリンとの絡みコーナー終了。あ、もうねターボルセルさんもおやすみなさいませ。また金曜日よろしくお願いしますね。あ、初期型音があまり大きいと割れまくりっちゃいますか。そうですね。あんまり、確かに歌の時はちょっといつもレベルを下げてましたから。ただこれでねギターだけ別ラインでってのもな、それもまためんどくさいんですよねそっか、でも 48V のパッドは入ったの、パッドじゃない入ってんだから、アコギのやつを多分つないだだけでできるかもしれないな。まあ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 、でもまあなんか毎週歌うように心がけますわ。うん、来週の、テーマ、そういうことになっているだっけ、そういうことになっているシリーズ、前は随分前、1ヶ月ぐらい前だっけね、やったそういうことになっているシリーズ、まああのマーフィーの法則みたいなやつですよ。あるある関係ですね。こういう時に限ってこういうことに合うとか、
初めてイソラジがイソッチがいない時に限ってカオリンがオカマ声だとかそういうようなね、こういう時に限ってこんな目に遭うみたいな、そんなやつ。それからトーチングは勘弁してください、何々。それから、違う違いはいつも通り、こんな感じですかね。それで、サムソンさんはイソペディアイソペディアをサムソンのイソペディアのコーナーへ。みんないいよ、なんかあったら作りたい書きたいこと書いて、そしたら毎回誰々のって冠つけてあげるから、ちゃんとね。ぜひそういうコーナー化もしてみたいですね。ああ最初ね、音声出てなかったんですよね、ごめんなさいね、全然忘れてました。うん、歌を思いっきり歌うとすごい割れるでしょうね。そうするとちょっと距離を持って歌わないと。まあこっちのヘッドホンでね、一応確認はしてるんだけど、聞く環境によってもね全然違いますし、これ映像良かったでしょ、この FM 相模から見える西門の駐車場ですよね、立体駐車場っていうんですかね、3階建ての駐車場なのかな、そこのね白熱灯が未だについてるっていうのは全くエコではない。まあ、でもここから見える風景って言ったらこんな感じなんですよ。で向こう側が16号です。その明かりのある方向が16号通りで、その向こうには相模川突然飛ぶけど方面的にはそんな感じです。なんかねこういう雰囲気もあると夜の雰囲気にマッチしていいかなと、こうやって喋ろうかなと思ってたんですよ最初はよく夜のなんかカメラの風景がそのまんま映ってるやつあるじゃないですか、テレビでも首都高がそのまんま映りっぱなしとかね、TVK だとベイブリッジが映りっぱなしになってるとかね、ああいうのもいいですよね。そういう風にしようかなと思ったんですけど、あこの映像使わなかったな、意味ねえか別に。なので、来週はそれに加えてあれだ、カオリンのコーナーね、カオリンの天気予報、これは屋上じゃなくて放送してる4階からの映像です。4階のベランダの方から撮ってる感じです。結構ねなんか夜の雰囲気出てるなっていうか、また雨模様でもそれなりに綺麗だなと思ったんでこの絵にしてみました。ここに合わせるのが結構大変でね、このカメラのセッティングに10分ぐらい使ってしまったんですよ、放送まで20分しかないのにまあ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 、来週からはもうここって決まってますから、あここだ決まるんだ、来週はだからカオリンが来ればカオリンを映すんです、このカメラでね。でもう一台のカメラは今モニターのところにつけております。アニソンでギターソロだと川田真美さんの曲とか、川田真美さんって
ドリアンのギター教室とかやろうかな。ごめんなさいね、僕もちょっと今日はここのとこまだ咳が続いててね。そういう歌い手さんこれやって、じゃあドリアンギター持ってってやってたら夜中に怒られるよな。何してんの夜中に。弾けないですか。どういうのが弾きたいんだっけ。弾き語りがしたいんだっけ。それともギタリストっぽいギターが弾きたいんだっけ。それによって、後者、ギタリストっぽいギターが弾きたい。ギタリストっぽいのね。ピック持ってるから俺。お、ヘロヘロだけどピックが一枚出てきた。どうでしょうね。この間道に落ちてたとある魔術の金装目録のパート2マスタープレイス、俺の非常に弱いジャンルや。なんかアニメの有名な主題歌とかで弾きたい曲ある？俺でも知ってるような、誰でも知ってるような。あんまりギターが中心になってるやつがないもんな。軽音ね、軽音か。そうね、軽音とか聞いたらできるかもしれないけどな。ギタリストっぽいギターだったらやっぱりリフものかね。リフもの。あ、そういうソロがやりたいんだったらスケール練習は必ずやった方がいいですよ。
にこうスケールを移動しながら同じドレミファソラシドをやっていくっていうパターンね。これをまあ、 最初何ポジションかで良いので、要するにアドリブとか弾くでしょ。で例えばキーが C メジャーの曲だったりするとドレミ、今のドレミファソラシド、これでスケール内に収まるわけですよ。C のね、 C とか Am の、だから Am だったら、アドリブとかのソロがみんなここに入るようになると。本当はペンタトニックっていうね、ブルーノートスケールみたいに Am だったら、この5音階が中心になるんだけど、まあ最初はドレミファソラシドで、これをずっと繰り返しやってると、こうピッキングと指がいいタイミングでちゃんと合うようになるんで、このドレミファソラシドをカッ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 ってメトロノームとかで合わせてカッ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 こういうので合わせながらやっていくと、練習になりますよ。何かと、これが一番ベーシックな、だからカン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 、スラッシュドをこうアップダウンのピッキングでね、アップダウン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 っていうピッキングでこう練習してれば、だんだんこうソロになった時も、指とピッキングがね、綺麗に合うような練習になるので、これを覚えて、開放弦を使うのが最初だけどね。でこれで音が分かるから、ここからスタートして開放弦を使わないやつってすぐ音は探せるじゃん。これをずっと練習してないじゃん。だからゆっくりでもメトロノームとかに合わせて練習してると、いろんなリフをやった時にも正確に弾けるようになるから、これは常にやってた方がいいですよ。これもギターもちょっとまずやるし、あとなんかあれだね、好きなバンドのフレーズとか、なんかあるじゃないですか。なんかそういう好きなフレーズっていうのはもう指癖でついてくるようになるから、
こういう曲があるのよ、ゼフベックのスキャッターブレイっていう。これなんか本当にスケール練習みたいにこう指鳴らしになるから、そういうなんかあのギターの名曲っぽいやつのフレーズを、さっきのね、こういうのとかを身につけて覚えるといいですよ、何かと。まあギターの話はこんなところで、ダメね、俺もギター持っちゃうとこすぐ遊んじゃうから、決めた時にだけ持つようにしようね。本当に TL あのタイムライン置いてけぼりになっちゃって、あー20世紀少年とかね、いいだからなこれな。簡単ですよね。あとはいいです。こういうのを覚えてやるのもいいかもしれない。ギター遊びもこの辺にしとかんと。ごめんなさいね。みんなすっかり置いてけぼりにしちゃって。あれ？こっち白から見つけた。よいしょ。やっぱりコピーからですよね。あ、咳ですか、慢性的な場合やっぱり病院に行った方ね。最近特にね、ちょっとこうんとこひどくってね、あの古谷香織と同じ時期だったんですけどね、だから多分金曜ハミングかなんかで移ったんじゃないかと思うんだけど、まあ長いですよね古谷香織さんもね。香織は去年ぐらいもね一回風邪ひくと、どのぐらい